なんか今の時代って足を動かさなくてもリアルにその場所に行かなくても地球の反対側の映像が見れて、どんな人たちが生活してるのかってなんとなく Google で検索すれば情報は出てくるんだけど、そういうインターネットでは検索できない価値、それがリアルにはあるから、その可能性を信じたい。ランドレスは「Your Life Story with Nature」というテーマで、北海道の自然の中で、北海道の自然に特化して人が自然と関わる人生のきっかけを生み出していく、そういうことをプロデュースしています。なんか私すっごい北海道が好きで、すごい素晴らしい場所だってずっと思ってたんですけど、それがなんでなのかずっと分かんなくて、仕事を辞めて海外に住みつつ世界中旅して回ったんですよね。旅する中で北海道の自然っていうものがいい意味で色がなくて純粋性があり、その人種とか性別とかそういうものを超えてありのままの自分を受け入れてくれる自然がある場所なんじゃないかな、それが北海道の自然の価値なんじゃないかな。抜けますね。抜く。ランドレスのウェディングは北海道の大自然をキャンバスにオーダーメイドで自分が絶景だと感じる場所にフォーカスしてウェディングをプロデュースしています。自然のランドスケープと空が移り変わっていく、そういう場所に身を置く、日常からエスケープすることが自分を取り戻したり、自分の感性に気づいたり、人間性みたいなものをエネルギーチャージしてくれる、回復させてくれる場所だと思っていて、そういう場所で人生の特別な記念を過ごしていただく機会を作っていきたい。北海道が持つ壮大な自然の美しさ、その魅力と人をつないで、本来その人が自分の中に持っている思いとか豊かな感性を引き出すようなきっかけを生み出すこと、でそれによって自分の好奇心とか思いとかそういうものに素直に寄り添って人に思いを伝えられるようになったり、その人らしさがより輝いたり豊かに生きられるようなきっかけをくれたらいいなと思っています。